いつも動画を見ていただき誠にありがとうございます。ゴルセオ TV ザプロコーチの山田です。今回はですね、アウトサイディング、ゴルセオ TV では結構バズってる動画、アウトサイディングの動画が多いんですけれども、今回はアウトサイディングを徹底改善、この YouTube 動画でも直せるようにするために、一本の動画にまとめていこうということで、お話をしていきたいと思います。この動画最後までご覧になって、皆さん、アウトサイドインっていう、この悪い動きをぜひ改善できるように参考にしてみてください。それでは早速説明をしていきますが、まずアウトサイドインってどんな動きなのっていうのを簡単に説明しますね。アウトサイドインっていうのはこの飛球線、まっすぐっていくこの線に対してクラブのヘッド軌道っていうのが外から中に入っていく、この状態ですね。こうやって外から来ちゃう。アウトサイドイン悪い動きだとは言いましたけれども、狙ってアウトサイドインに打ってる場合は別に悪い動きじゃないんですよね。狙ってやっている場合は、プロでも全然こうアウトサイドに打つ人いますので、はい、別にちゃんと動きを理解していて自分で意図的にアウトサイドインにしているならそれは悪い動きではない。ただアマチュアゴルフはなぜアウトサイドインが悪いのかっていうと、ほとんどの人は意図的じゃないからなんですよ。まっすぐ振ってるつもりなのに外から来ちゃう、これは悪い動きなんですよね。だから球が変に曲がっていく、スライスをする、狙ってもいないのに右に曲がっていく、飛距離も出ないっていうことになってきます。はい、で今回はここの基本的なところで徹底改善していくっていうところで、ポイントをちょっといくつか分けて説明していきますので、今から説明をしていきたいと思います。まずですね、このアウトサイドインになってしまう原因、皆さん普通下ろし方だと思いますよね。カメラマン翔もアウトサイドインってやっぱ上から来ちゃうから、そうですね、下ろし方が悪いんじゃないのって、大体の人思うと思います。うん、はい、もちろん下ろし方が悪いんですけれども、はい、この時によく皆さんやっちゃうのは下ろし方を直そうとするっていう人多いと思います。うん、はいはい、もちろんそれも悪い方法ではないんですけれども、実はアウトサイドインのほとんどの原因って下ろし方の前に上げ方、構え方に原因があるんですよ。はい、ゴルフスイングっていうのは一つのこの円弧で成立していて、振り子運動、はい、円運動ですね。うん、この動きっていうのは流れなんですよ。常に上がってくる軌道と降りてくる軌道は対になってます。はい、なのでアウトサイドインに上がるような軌道をしていたりとか、アウトサイドインに降りてくるような体の使い方をしてバックスイングを上げていくとアウトサイドインになっちゃうわけです。言い方を簡単にしてしまうと、アウトサイドインに下ろすような準備でしか触れていないのがほとんどってことなんですよ。はい、なのでまずアウトサイドインにならない構え方とバックスイングをするだけで大体の人は良くなります。それを今から説明していきます。はい、はい、それではまずね、アウトサイドインになってしまう一番の理由、これ何かっていうと構えです。この構えた時にほとんどの人、横から見たときにね、こういう状態ですね。はい、これ一つ目です。右肩が前に出て、要は肩のラインがオープン、左を向いてしまっている、はい。この状態。この状態では最初から要は体が左向いている状態です。目標ターゲットに対してスクエアになっていないため、何をやったってそりゃ外から来ますよねと。いや、こんな風に構えてないよって思う方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、実はこれめちゃくちゃ多いです。もうスライスで打ってる人の多くはもうほぼこれです。はい、生徒さんでも大体7、8割方、まず構えこうなってます。はい、ここで紹介したいのは、ちょっと前に、ちょうど半年も経ってないぐらい前かな、に出している、頭屈と尺屈の話。はい、カメラマン翔覚えてますかね。はい、この話ですね。はい、はい、そちらを見ていただくと詳しく理解できると思うので、そちらを一回参考にしてほしいんですけど、まず、右肩を出しているとは言いましたけど、右肩を出さないように構えるんじゃなくて、そもそもの手首の位置をこのようにしてあげる。
右手はこっち、左手はこっち。このように構えてあげると、自然に左手は、左肩は前に出て、右肩は少し後ろに下がった状態。まあ、つまりスクエアで、まあ、しっかり捕まる構えてのになってきます。こうすることによって、バックスイングでの軌道もシャフトプレーンに上がりやすくなりますし、体も回しやすくなってきますので、まずこの構えを取りましょうっていうのが第一のポイント。それでは、2つ目のポイントですね。まず今先ほど言ったように構えができてないと今からお話しするこの上げ方も直ってきませんので、まず構え方を直してください。で、上げ方です。上げ方でまずアウトサイドになってしまう一番の理由は、多くのアマチュア共通するのがこういう状態。カメラの証拠分かります？え？この状態。回ってない。正解です。はい。これも一番最初、ゴルセオが最初にバズった動画です。ゴルセオが最初にアウトサイドインという動画でバズったんですけれども、はい、その時の動画で説明している、うん。体の回転が全く足りていない状態。うん、この状態では手元の位置がどうしても、このまま後ろに持っていこうと思ったら、こうするしかないですよね。もうこれ肘引いちゃってます、うん。もちろん振り遅れる状態なので、これじゃうまく当たりませんと。はい、これで仮に上がってきた場合は、この手元の位置とボールの位置非常に近いですよね。はいはい。なので、下ろすスペースないので、体を逃がして下ろすしかないです。そうすると、アウトサイドになってしまう。これを無理やりインサイドにしようものなら、寝て入ってくるんで、もちろん当たらないし、余計右に行く。うんうん。はい。これめちゃくちゃ多いので、まず、しっかりとこの上半身、まあ、この肩のライン、しっかりと体幹部分を回して、目安としては、鏡などを見たときに、右肩の裏、肩甲骨ですね。が、正面から見て見える程度、はい。うん。しっかり体が回るように意識をして回してください。はい。この時、肩を回すってよりかは、しっかりもう体の面全体ですね。体幹部分、全部を使って回転を入れていくようにしましょう。これだけで、トップの位置が、ぐっとこう、深い位置に手元が入ってきますので、もちろん手を引っ張ってるわけじゃないですよ。体が回って深い位置に入ってくるので、ここの幅が広くなります。さっきと全然違いますよね。はいはいはい、はいはい。幅がある分、しっかり腕を下ろしてくるスペースが出来上がってきますし、懐もできてますので、そこに向かって腕が下りてきて、自然にアウトサイドが消えやすくなると、うん、いった感じになります。それではもう一つですね、アウトサイドになってしまう動き。それが何かっていうと、まあ、さっきのバックスイングで回っていないのにちょっと関係してくるものなんですけれども、これもまあ、いろんな動画でお話してます。はい。まあ、わかりますね。はい。スウェー、うん。この状態になると何が良くないのか。まあ、もちろん体が回らなくなるっていうのもそうです。もう一つは、こうなってしまうと、体が仮に回ったとしたとき、このように上に伸び上がってきます。はい。こうやってもう、ポーンとこうお腹が出たような。うん、こうなると、ここ、スペース。はい。この懐っていうところのスペースがなくなります。腕を下ろしてもこんだけしか降りてこない。はい。そうすると何するかっていうと、スペースがないので自分で作りに行きます。はい。この時に横から見ていただくと、っていう感じで外から入ってくる。この伸び上がってしまう原因っていうのが基本的にスウェーから始まります。この下半身のボトムっていうこの腰の軸ですね。この軸がずれてしまうと、今伸び上がりっていう状態になります。極端な話、これ、お尻がこっちにずれて、こうやって伸び上がることまずない。こんな風にやらないでしょ。そうですね。左足疲れるし。はいはい、はい。お尻逆に左に行っちゃったら、必ずこういう風に、この懐ってスペースが、できてくると思いますので、もしも、バックスイングを見て、自分がこういう風になってる。もうここがふわっと伸び上がって、こっち側にこう、線ができちゃってるような状態。はい。ここでこう、逆くの字というか、こういう状態になってない。場合は、そもそもこれ良くないので、腰ずれてると思って、まず、ここの右腰っていうものをしっかりと後ろに引いていく動きですね。左お尻側に引いていく動き。こちらを意識して行ってください。この時の感覚は、右ポケット、右後ろポケットに左手を突っ込んでいただいて、最初はこれだけで引く、こうやってポケット、引く練習をしていただくと、腰の回転の仕方がよくわかると思います。なるほど。この時にこれ引かないと、こういう風に。突っ張っちゃいますので、これをしっかり引いて動かす。この練習をちょっとしていただくように、やってみてください。
以上がアウトサイドインになってしまう、まあアマチュアゴルファーの方々に一番多く共通する、原因ですね、になってきます。まあ、あと一つ挙げるとすれば、このクラブ軌道そのものが、まあ、アウトサイドになるような軌道になっているっていうこともあります。まあ、これについてはね、ここまで説明しちゃうと、ちょっとこの動画長くなっちゃうので、また別の動画で紹介をしていきたいと思いますので、次回の動画以降、ちょっと楽しみに待っていただければと思います。さあ皆様いかがでしょうか。今回はですね、アウトサイドインの主な原因について、まずこれを直した方がいいよというものについて解説をさせていただきました。まあ、動画の冒頭でもお話ししたように、基本的に下ろし方が悪いんじゃなくて、下ろし方につながる上げ方が基本的に悪いっていうのが、アマチュアゴルファーでアウトサイドになってしまう方のほとんどの原因になってきますので、ぜひ、今回紹介した内容、アドレス、そして上げていく時の回転、スウェイ、こちらを気をつけていただくだけでかなりアウトサイドイン改善されてくると思いますので、ぜひこの動画何度も見直して、練習に取り組んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。あなたへのおすすめの動画はこちらです。また見てね。バイバーイ。バイバーイ。